こんにちは、マスです。今日はゴールドの暴落が止まらないっていう話です。今日は9月の24日の午前中なんですけど、1トロイオンスあたりの金の価格は1860ドルです。日本円で換算すると 1g 6994円です。2日連続で100円以上暴落してるんです。8月には1トロイオンスあたり2060ドル、そして1グラムあたり7700円と過去最高値を記録したんですけど、ここから1ヶ月ぐらいで今の状況になってるんです。なんでこういう状況になってるかというと、一番大きな理由は世界的なコロナの再拡大です。日本ではもう終わったなっていう感覚があるんですけど、イギリスはまだこれからロックダウンまではいかないけど、もっと厳しくしますって言ってますから、まだね、収まっていないんですよ。新コロに関しては言いたいことがたくさんあるんですが、今回はそのテーマじゃないんで言いませんけど、とにかくコロナの感染者が増えているってことで、世界の株価が暴落してるんです。昨日のニューヨークダウは500ドル下がりました。教科書的には株が下がると金は上がるんですけど、ここ最近は株が下がると金も下がってしまいます。どういう意味かというと、よくこうやって解釈されます。株が暴落して損しちゃった分を金を売って埋め合わせると、このように解釈されてます。でも本当かどうかはわかりません。2020年に入って金の価格は 20-30% 上がってるんで、とりあえずここで利確しちゃおうと、私がファンドマネージャーだったら思います。現金化してちょっと様子を見ようかと多分思います。個人的には今金は買いだと思ってるんで買ってますけどね。ファンドと個人は違うんです。あと、ここ最近ドルが強いってことも金の上値を抑えてるんです。ドルと金は逆相関なんです。ドルが高いと金は売られて、ドルが安くなると金は高くなるんです。逆相関なんです。ですから、ここ最近ドルが強いってことは金が弱くなってるってことなんです。こういう理由によって今金は売られているんですけど、私は全く心配していません。なんでかというと、何も環境は変わっていないからです。景気が良くない、そして失業率も高いと。さらにアメリカの中央銀行はゼロ金利政策をやってるし、さらに量的緩和も継続してます。何も環境は変わっていないんです。ゼロ金利政策と量的緩和を長い間やってると、ドルは弱くなる可能性が高くなるし、さらにインフレになっちゃう可能性もあるから、金にとっては非常にいい環境なんですよ。ですから何も環境が変わっていないんだから、金は買いだと私は思ってます。実際に金の ETF スパイダーゴールドシェアは9月の21日1日で31トン増えたんです。下がったら買いたい人が多いってことなんです。1日でこんなにも増えることはほとんどないんです。多分1年ぶりぐらいだと思います。金の ETF を買う人っていうのは長期的な視点で買うので、短期には売らないんですよ。ですので長期的には買いだと思って1900ドルをちょっと割ったところで31トンも買ってきたんです。私も金の先物とあと金の現物のスポットでちょっと買いました。もちろんこれからもっと下がる可能性がありますので、そうなったら損切りします。損切りすればいいだけです。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。